从海上欣赏琼壮的三陆海岸风景，别有一番风味，可近距离感受太平洋的怒涛冲刷断崖岩石的场景。渔夫用被称为萨帕小舟的小型船靠近岩壁，感受其魄力的体验项目越来越受到人们的欢迎。在田野乡村可体验萨帕小舟探险，乘坐小型的海滨小船萨帕小舟从罗赫港到北上旗进行约一小时的游览，因为是小型船，所以碰到小小的波浪也会摇晃，十分惊险。老龄的渔夫驾驶着小舟巧妙地穿过北上旗的岩洞，从高达200米的断崖北上旗的正下方仰视，令人叹为观止。イタリアの青の洞窟より綺麗だそうですよ。こちらは見たことがないですけど、断層が走っているのが見えますがね。だから例えばスイカを真っ二つに切って半分は転ばして半分。昨日のお客さんほとんど今のコースは走れなかったですよ。ずっと沖だけ。